皆さんは渡辺義則という人物をご存知でしょうか。彼は五代目山口組の組長を16年間務めた男です。しかし若頭の匠勝が暗殺されたことで、最終的には渡辺も組長の座を自ら降り、肩木に戻りました。基本的にヤクザの組長は晩年まで組長で居続けることが多いので、自ら引退するというのは異例のことです。また、この引退の裏には悲しい真相があったと言われています。今回は渡辺義則の生き様や引退の真相について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。渡辺義則は1941年1月、栃木県の裕福な農家で生まれました。戦後の農地改革で実家の土地の大半が取り上げられてしまったにもかかわらず、貧しい暮らしはしなかったようです。また彼は少年時代から体も大きく、腕っぷしも強かったようですが、勉強が苦手だったこともあり、中学卒業後上京します。東京では蕎麦屋や敵屋などで働きながら、仲間とグレン隊のような活動もしていました。その後17歳になった渡辺は、東京に進出していた山県組の組員と知り合い、組に誘われたことで神戸に移ります。そして山県組傘下の建設会社で働くことになりました。これは山県組の組員となる前に行われた入門テストのようなものだったらしく、そこで無事務めた渡辺は組長の山本健一から杯を受け、山県組の正式な組員となります。その後彼は山県組に加入してから組長の秘書にあたる組長付きを務めました。このように渡辺がすぐに組長付きになれたのは、当時の山県組がそこまでの大組織ではなかったためだと思われます。しかし彼は関東出身だったことから、山県組では少し浮いた存在だったようです。実際組長である山本の収監中には、射程頭の田中達夫とトラブルを起こし破門されています。ですが山本には気に入られていたようで、彼が出所した際には破門が取り消されました。そのような中、1969年山県組が解散にまで追い込まれる事態に陥ります。組長の山本を含めた幹部が拳銃の不法所持で大阪府警に指名手配され、さらに兵庫県警も逮捕の準備を進めていたのです。その際、山本の妻である秀子夫人の依頼で、渡辺は山本の身代わりとして出頭します。こうして彼は服役と引き換えに秀子夫人からの信頼を得ました。そして1970年服役を終えた渡辺は、翌年に山県組の組長であった山本が山口組の若頭に就任すると同時に、秀子夫人が後見人となったことで、山県組のナンバー2である若頭に出世したのです。またこの時に彼は神戸を拠点に権竜会を結成し、会長に就任しています。渡辺は後に、俺はだいたい30歳前後で組を持つ、30過ぎて組ができんようならヤクザを辞めるつもりだったと語っていますが、実際に権竜会を結成し組を持つこととなったのは29歳のことでした。こうして山県組の若頭になった渡辺ですが、組織に対する考え方は山本とは異なっています。当時の山県組は山本の方針で少数精鋭で組を維持していましたが、渡辺は多くの人間で組を支えた方が構想や経済面でも負担が少なくなると考え、組の拡大に尽力しました。そのような中、1981年7月、三代目山口組組長の田岡和夫が病気で亡くなり、その後を追うかのように、次期組長の候補であった山本も、翌年2月に56歳の若さで急逝してしまったのです。こうして山県組の若頭であった渡辺は、二代目山県組の組長に就任し、山口組へと執行部入りします。しかし山口組は組長、若頭と相次いで亡くなったために後目問題が発生していました。そして暴力団の歴史上最悪の抗争と言われている山一抗争が勃発します。これは山口組の四代目組長の座をめぐって、竹中正久に敗れた山本博氏が山口組を離脱し、新たに自らを会長とする一和会を立ち上げたことから発生した争いです。一方、四代目山口組は山本の意思として、組の主要な役職の多くは山県組がついていました。こうして、直参に昇格して間もない渡辺もまた、若頭補佐に任命されるという、異例のスピード出世を果たします。
しかし、1985年1月、衝撃的な事件が発生しました。山一抗争が瞬く間に激化し、なんと、4代目山口組組長である、竹中正久、若頭の中山勝正が、一和会の暗殺部隊によって、射殺されるという事件が発生したのです。こうして、同年6月、組長と若頭を同時に失った山口組は、幹部会で一時的な執行部を立ち上げ、射程頭の中西和夫が組長代行に、渡辺が若頭に就任しました。これにより、彼は直参昇格後、3年足らずの間で若頭の座に着いたのです。また、この人事には、山口組若頭補佐の匠勝が大きく関与しており、若頭になった渡辺に、そのまま5代目を継がせたいとの思いがあったと言われています。こうして、1988年、匠と筆頭若頭補佐兼本部長の岸本才三が、渡辺を5代目山口組組長に就任させようと動き出し、現在の7代目山口組組長である司忍ら8名が渡辺を推薦しました。しかし、渡辺を5代目組長にするには、様々な問題があったようです。渡辺自身には、抗争で目立った功績や、山口組への貢献も少なく、また、年齢的にも若かったために、反対する者も多くいたようで、別の候補者として、組長代行の中西和夫を推薦する者もいました。しかし、匠が直系組員との同意を得るのに動き、それと同時に、中西の説得に成功したことで、1989年4月、中西が組長の立候補を取り下げます。こうして、渡辺が5代目、山口組組長に就任したのです。これは、匠の協力なしではありえなかったでしょう。このように、彼が渡辺を5代目組長にしたかった理由については、様々な見方がされています。匠が山口組の直参に昇格した際、初代山県組の組長である山本健一の強い後押しがあった時の恩を感じていたためや、山県組を継いだ渡辺を推したという話、年齢やキャリア的にも考えて、未熟な渡辺なら陰で操れると踏んでいたという話もあり、他にも匠と渡辺は価値観が似ていたからなど、様々な話が残っています。こうして5代目体制になった山口組ですが、渡辺には組長としての肩書きはあったものの、執行部が決定権を持ち、若頭となった匠の意向が渡辺より重んじられていました。また渡辺が5代目に就任した際には匠との密約があり、発言に制限があったという噂まで出ていたのです。しかし、渡辺が数字的には山口組組員の増員、組織拡大の絶頂期の組長であったのは間違いありません。また彼には阪神・淡路大震災で誰よりも早く救援物資を近隣住民に届けたという話もあります。当時、山口組は全国で100人以上の直系組長から100万円から200万円ほど、合計2億円を募って全て救援物資に充てたのです。物資の内容も素晴らしく、食料品から防寒着、下着、カセットコンロなど、本当に必要なものだけが届けられました。さらに、神戸市内の山口組本部を中心に、被災地に拠点を作って、大規模な炊き出しや、断水の時は、水を配っていました。このように渡辺は、ヤクザという面影を忘れさせるほど、近隣住民を思い、自ら動き回っていたそうなのです。これらから、神戸市、特に高齢者に至っては、山口組のイメージは非常に良い場合が多く。3代目の時から地域全体で山口組に世話になった。震災の時、役所も警察も役に立たない中、誰よりも早く助けに来てくれた。と、ポジティブなイメージを持っている方も多いようです。しかし、1997年8月28日には、驚くべき事件が発生します。なんと、5代目山口組のナンバー2である若頭の匠が山口組系中野会の組員に襲撃され、命を落としたのです。これは山口組で若頭補佐を務めていた中野太郎が4代目会津小鉄会組員に襲撃された際、匠が当事者の中野に意向を確認せず和解したことで、匠が襲撃に関与していると中野が疑い、激怒したことが事件の発端とされていました。渡辺はこれを受け、最初は中野を破門にしましたが、9月3日にこの襲撃事件に巻き込まれた一般人が命を落としたことで、破門から絶縁に処分を変更しています。
これには身内によって若頭の命が奪われ、即刻絶縁してもおかしくない状況だったにもかかわらず、なぜ最初の処分が復帰可能な波紋だったのかと、不可解な点が残っているのです。それからしばらく経ち、巧み勝る射殺事件から7年後の2004年11月、緊急直系組長会で、なんと渡辺の長期静養を発表し、同時に執行部に全ての権限を預けたのです。この裏には、以前に山口組系組員が起こした事件で、渡辺に対する使用者責任が最高裁で下ったことにより、渡辺の決断ではなく、執行部の意向だったとも言われています。そして2005年7月には、臨時直系組長会で、病気を理由に渡辺は自ら引退し、司忍が6代目山口組組長に就任したのです。渡辺の引退理由としては、病気の悪化としていますが、これは表向きの理由で、その他に2つの理由が噂されています。一つ目はお金に汚かったのではないかということです。執行部から人気が悪すぎるとされていた渡辺ですが、今までの組長に比べて金に強欲だったそうなのです。例えば地方での大規模開発工事が行われた際、通常ならば地元の直系組織がその利権を得るべきところを、渡辺は自分の関係する企業を強引に参入させ利権を奪ったと言われています。また彼の妻が、渡辺が5代目組長に就任すると同時に高級なブティックを経営し始め、直系組長たちに商品を押し売りしていたこともありました。さらに渡辺は直系組長からの賄賂も遠慮なく受け取っていたとのことです。これに対して歴代の組長たちは、金よりも人情を大切にしていました。例えば3代目組長の田岡和夫は、私はうどんの一杯すら若い者からおごってもらったことはないと述べています。また4代目組長の竹中正久も、襲名祝いに現金を送ろうとした組員に対して、バカなことをするなと拒否し、賄賂などは一切受け取りませんでした。その後、渡辺は長年連れ添った妻と離婚しましたが、これは組長を引退した後、山口組に関係する資金を守るためだったとも噂されています。このような行動の積み重ねが山口組内での不信感を生み、結果として居場所がなくなったとされているのです。二つ目は、渡辺が五代目山口組の若頭であった巧勝の射殺事件に関与していたという話です。巧の尽力で5代目に就任した渡辺でしたが、巧の態度が次第に気に食わなくなり、実権も握られている現状に苛立ちが募ります。その後、襲撃事件の件で巧に恨みがあった山口組若頭補佐で中野会会長でもある中野に暗殺するように電話で指示し、中野会組員が実行したとされているのです。身内同士で襲撃させるように組長が仕組んだという事実が知られれば、当然大問題となります。そして渡辺の電話の録音テープなのか、詳細は不明ですが、この決定的な証拠を当時山口組内で拡大していた行動会がつかみました。こうして行動会の司忍、高山清、入江忠、そして執行部メンバーが渡辺組長を取り囲み、証拠を突きつけて、親の敵は取らなあかん、あんたは人気が悪すぎる、即刻やめなはれと伝えます。すると渡辺は、引退してもいい、その代わり1年か2年わしを総裁につけてくれんかと執行部に頼み込みますが、その希望が通らなかったことから自ら引退することとなったのです。こうして山口組組長を引退した渡辺ですが、晩年は兵庫県神戸市内の自宅でひっそりと暮らしていました。しかし、かつての部下たち、山県組の若い衆から恐喝行為を受け、生活費にも困るほどだったという噂もあり、彼の生活は山県組が見ていたそうです。ですが、晩年の生活のショックからか、年齢的にも若く、認知症を発症したことで、面会に来た人の名前もわからなかったと言われています。そして、引退から6年後の2012年、12月1日、享年71歳で自宅にて生涯を終えたのです。今回は渡辺義則の生き様や引退の真相についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。また、この動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。